今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。レガリア、思った以上に汚れてるな。次にガソリンスタンドに寄るときは洗おう。よし、着いた。そこで再会とは奇遇だな。やっぱり釣りに来たのか。ここには面白いのがいるからな。面白い？ホームチェリートラウト。ルアー選びだけじゃ釣れねえ魚だ。なんだよそれ。こいつは朝と夕方にしかかからねえんだ。釣れなきゃまた時を待つ。根気がいるぜ。挑戦してみろ。またいいもんやるぞ。じゃあ釣ってやるわ。よし、そう来なくちゃな。小僧の頑張り期待してるぜ。よし、依頼と同じ魚だ。
釣ってきたぜ。ほう、大したもんだ。じゃあ、こいつをやろう。ロッドって…ああ、そいつがあればまた釣りの幅が広がる。期待してるぞ、小僧。ガンガン釣って腕を磨いてくれよ。気前のいい男だな。だよね。釣り仲間ができて嬉しいのかもしれないな。降ってたのに上がったな。急な天気だね。虹出てないかな。準備はできているか？あ、
すまない。さてどうする。頼むな。ありがとな。お疲れさん。おお、こりゃ珍しいところであったな。何つってんだ。気になるか。ベスペルガーだ。でもなかなかかからなくてな。俺がつってやろうか。俺が苦戦してる魚を小僧が釣り上げるって。釣っちまうかもしんねえぜ。面白え。挑戦するのは自由だ。奴の引きに腰抜かすんじゃねえぞ。釣るって言ってたのそれだよね。来やがったか。さすがに手ごわかったわ。これで最近まで素人だってんだからとんでもねえな。もしかするとあいつを仕留められるか。あいつ、シジラの悪魔、伝説の巨大魚だ。興味があるならガーディナに来い。俺もそこで情報を集めてる。ああそうだ、こいつは渡しとくぜ。今のお前ならうまく使いこなせるはずだ。釣り巨大魚か。面白そうじゃねえか。噂は聞いたことがある。だが本当に実在するのか気になるね。ああちょっとな。
よろしく。だよっ。気持ちいいな。昼寝でもしてえな。お疲れさん。準備はできているか。あ、行こうか。できたな。閉めるぞ。
ガリア、思った以上に汚れてるな。次にガソリンスタンドに寄るときは洗おう。巨大魚の話聞きに来たぜ。釣りに来たの間違いじゃねえか。ま、どっちもだな。頼もしい限りだぜ。だがな、奴は今までの魚とは別格だ。巨大な姿は確認されてるが、釣り上げられた記録は一つもねえ。シジラの悪魔はな、釣り人が目指す夢そのものだ。夢か。腰が引けたか。いや、やってやる。そう来なくっちゃな。それじゃ頼んだぜ。じゃ、腕試しだ。釣れるまでキングスナイトやってていい？やめとけ、王子がふてくされる。やったな、おい。ノクト、もうちょい喜びなよ。腕が上がったんじゃないか。
いいじゃん。うん。いいじゃん。気を改めるのも一つの手だぞ。ああ。いいじゃん。うん。これはすげえのかかってんぞ。Thank you.
取り込み準備しとくぞ。すげえの釣れたな。ロッドを魚に向けるんだ。あんま巻きすぎんだ。
やべえ、俺夢つったわ。驚いたな。お、伝説じゃん。どう調理するか。グラディオ頼む。うん、いいぜ。釣ったぜ。ああ、信じられねえよ。シジラの悪魔を釣っちまうとは、大した実力だ。もう小僧なんて呼べねえな。そういや、まだ名前を聞いてなかったか。ノクティガー。ノクティガーか。シジラの悪魔を釣った今、その伝説はお前が引き継ぐことになる。生きる伝説としてさらなる活躍を期待してるぜ。ああ、それとこれは奇跡を見せてもらった礼だ。使ってやってくれ、ノクティガー。伝説のノクティーガ、かっこいいじゃねえか。本名は明かしづらいところだしな。案外いい響きだわ。じゃ腕試しだ。準備はできているか。あ、ノクト、あのさ、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？ああ、じゃあ俺。よし、任せてよ、ノクト撮るわ。ああ、間に受けんなよ。
ったやつ。元気？こりゃひどいな。よし、任せて。オーケー、任せて。これをこうしてっと。うん、よしっと。さて、これで完璧かな。修理も燃料もバッチリです。これでようやく出発ですね。いらっしゃいませ。お休みになりますか？